バレリーナハイブリッドムスクという系統のバラです。白からピンクの、小輪のバラ、小輪のバラが草咲きで咲きます。特に春は圧巻です。もう壁中がこの淡い桜のような雰囲気で包まれますし、花柄を切らないと秋にはローズヒップというバラの実まで見れるバラです。クロードモネ、デルバール、フランスのバラですね。ピンクに黄色、白の具が入ります。大変美しい、画家の名を冠したバラだけありますよね。一輪のまるで絵のような美しさがある、とてもおすすめなフレンチローズの一つです。クロードモネでした。クードクール、ケセバラへのバラでおすすめよ。花びらがツンって尖ってるの分かる？ピンクのポンポンポンって真ん中にある、これもねポイントで、丈も小さくて病気にも強くて、これね素晴らしいバラだと思います。ローズアントワネット、デルバールの名花ローズポンパドールの枝代わりです。ポンパドールより、見た目がね、ピンクが綺麗かな、淡いピンクかなと思います。香りも素晴らしいコンパクト、日本人に私好まれるバラなんじゃないかななんて思います。ローズアントワネットでした。ヴィンテージフラール、確か日本のバラだったと思うんだけど、ね、2007年ですね。色咲きさもよく香りが強いですね。アプリコットピンクというんでしょうかね、サーモンピンクか、美しいバラで、だいたいコンパクト、結構直立性に伸びますね。見た目が柔らかい、これも日本人好みのバラかななんて思います。そしてクリムゾングローリー、私の大好きな赤バラのトップ3に入りますね。ハブリッドティーですけども、こうちょっと横広がりになって草先に咲くんですね。最高よ香りが。アブラカダブラ、2001年ドイツのコルデスのバラですね。とんでもないバラでしょ。色とかかった赤黒に黄色の絞りが入る、大変インパクトのあるミニバラに近いかな、シュラブですね。もうこんなバラ作るってすごいよね。グリーンアイス、ミニチュアですね。素敵でしょう。本当に名前通り薄い緑色が入ります。ミニバラですけども、病気に強く、少し大きくなりますね。シュラブのようになりますし、もう一年中これぐらいがっつり冬でも咲く素晴らしいミニバラだと思います。イザヨイバラと言います。中国から日本に200年ぐらい前に渡ってきたと言われておりますね。イザヨイというのは月が少し欠けている状態なので、お花が少し欠けるのね。それが何ともアジア的というか、この色もねピンクなのか紫なのか、とても美しく、原種では珍しい返り咲きのするバラです。ラ・ローズ・モリナール、フランス・デルバール社のバラで、ショートクライマーにもなる少し大きめになるシュラブローズですが、なんといっても香りです。香りの賞も取っているくらい素晴らしいですよ。フルーツ、大変強いフルーツの香り、一度嗅いだらやめられず、長く香りが拡散する、外に広がっていく、ダマスクと違う拡散するような香りの素晴らしいバラです。ルシエルブル、日本の木村さんのバラですね。薄紫、少しブルガが薄紫の、本当に美しく、そして病気にも強く、いいバラですよ。サニーノックアウト、ノックアウトシリーズの黄色から白に退色する系ですね。ノックアウトシリーズで珍しく香りがあるのね。 TK の中高があるので、色咲き攻めよき、病気にも大変、もう葉っぱ見ればかりテカテカだから病気にも強く、ずっと咲いているし、トータルバランスのノックアウトの中でもいいバラです。